なたが普段使っているエレベーター、そのエレベーターが突然止まったらどうしますか？そこで本物そっくりのエレベーターを作成。一体このエレベーターで何が起こるのか。よろしくお願いします。最初のターゲットは鏡セイラ。他になりますので。はい、エレベーターの方。何も疑わずエレベーターに乗り込むようだ。すごい。じゃあ上先行っててすぐ行くから、すいません。鏡、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。ダメ。これは怖い。怖い怖い怖い。え？これは怖い。え？ケフが？これは怖い。何も見えない。そうか、真っ暗で分かれへんやん、ボタンも。探してんの、ボタンを。探してんの、どこだろう。タカちゃん、タカちゃん、なに、なに、警備員に扮した藤井隆登場。あ、藤井くん。やったやった。怖い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 。なんでね、藤井。なんで藤井。違うよ、あなたハッハーの人じゃないですか。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか？全然マイルドじゃない。そう、このエレベーターは恐怖のエレベーター。メイクだけで落ち武者になれる芸人三浦マイルドが仕掛け人となり、恐怖の世界へと落とし入れ。これはすごい敵役よ。絶叫恐怖のエレベーター。続いてのターゲットはノンスタイル石田明。本番に上がっていただいて、石田さんに回ります。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。怖いわ。すげえおどおどしてる。ちょっと、すいません。いや怖い。もうトーニー。はい。はい。はい。ここで落ち武者マイルドが石田の元へ。
をかけるんだ。言ってみろ、マイルドと高橋だって言ってみろ。マイルドと高橋だ。そう、マイルドと高橋だ。マイルドと高橋だ。ちょっとこれ怖すぎるぞ、ちょっと。これは絶対ダメなやつです、これ。泣かないで、泣かないで。マイルドと高橋だから大丈夫、もう大丈夫。マイルドと高橋、ね、ね、大丈夫ね、マイルドさん。ほら、くって出てきて、ほら、くって怖かった。あれ、怖かった。あれ、怖かった。続いてのターゲットは、長野美里。目覚ましテレビのお天気コーナーを担当しているキャスト。何を出すか決めてくださいね。予報からお伝えします。これは怖いわ。今日のエレベーター予報、笑顔のち涙雨、ところにより大絶叫といったところだろう。はい、ごめんなさい、了解です、すいません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫でしたかね。大丈夫でしたかね。大丈夫ですか。大丈夫ですか、中野さん。今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない。わからないですよね。しまず大丈夫ですか。腰抜けちゃうんだ。じゃあ経過しましょうか。相手のターゲットは小籔和人。小籔どうなんねん。想像つけへん。はい、いただいて。小籔よ、恐怖のエレベーターへようこそ。どうそうすかね、小籔は。冷静。小籔やな。すいません。すいません。ゴーグすいません。すごい。あ、冷静な小籔のもとへ落ち武者マイルドがスタンバイ。
よかった。なんなんめっちゃびっくりしたわお前。落ち武者やった。何もちょっとめっちゃ落ち着いてたね。あ、そうですか。いやもう母親にあのピンチの時こそ落ち着けて言われた。俺が座ってたからよかったけど、立ってたらダメコーンです。続いてのターゲットはマギ。出たマギ。出たマギちゃん。誤解をして嫌がってていただくスをかけます。はい、はい、よろしくお願いします。マギ、恐怖のエレベーターへようこそ。怖いね。ハリウッド映画みたいな。本当映画みたいだね。うわ、なに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 、怖いよこれ。おお、もう本当映画だよ。映画だよ。うわ、映画や。綺麗な絶叫。マギーに追い打ちをかける。本当こうなんだね。すごい。大丈夫ですか？マギちゃん大丈夫ですか？マギちゃん大丈夫？大丈夫じゃないよね。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。何これ。怖すぎて手がすごい震えてる。